はいどうも、ご視聴いただきありがとうございます。今映っているこのビオトープは立ち上げてから約3年が経過するビオトープなんですけども、これですね、立ち上げてすぐ入れた生態っていうのはメダカではなくて、こちらの南沼エビだったんですね。で、この南沼エビを最初に入れた理由っていうのは、このエビはですね、発生初期の細かい苔とかを積極的に食べてくれますので、今これですね、スイレンを入れていて、見ての通り葉っぱの数がすごい多いので、それに発生する苔を食べて除去してもらう、苔対策として導入したという感じですね。で、これ最初入れたのが確か10匹ぐらいだったと思うんですけども、今はですね、とんでもないことになってます。増えまくってるんですよね。で、このビオトープはというと、低小掃除とか換水なし、減った水を足し水するだけで管理しているビオトープなんですけども、このエビに関してはですね、専用の餌すら与えてないといった感じで、基本放置しています。約3年間ずっと、そんな感じで、ここではですね、たった数匹しか入れてなかった南沼エビを約3年間ずっと放置しているとどうなるかというのをお見せしてみたいと思います。この南沼エビは2センチから3センチぐらいのかなり小さいエビだし、さらに透明なんですよね。なので一見どこにいるかわかんないんですけども、近くで見るとこんな感じです。ご覧の通り、今では低床びっしりに増えまくってる状態、どこ見てもこの南沼エビがいないということはないぐらい、増えまくっちゃってますね。試しに餌を投入してみます。この南沼エビに関しては、導入してから約3年間ですね、専用の餌を与えたことがないって言いましたけども、実際はですね、たまに、年に2回ぐらい、こういった撮影で餌を投入することがあるぐらいです。餌を投入するとビオトープの中にいるエビがめっちゃ群がってきて、これはこれですごい光景ですよね。で、この南沼エビのいいところっていうのは、なんといっても飼育が簡単、さらに繁殖もめちゃくちゃ簡単っていうところですね。餌与えないでこれですからね。例えばなんですけども、よくメダカって餌を与えないで何日生きていけますかって質問が来ることがあるんですけども、これに関してはですね、メダカだと日頃からしっかり給餌ができている元気な大人の個体で、1週間は余裕です。2週間も大丈夫、3週間ぐらいも大丈夫といえば大丈夫ですね。ただ痩せると戻すのが大変っていうのがあるので、2週間ぐらいが限界と思った方がいいですね。でも2週間ですごいですよね。小型の魚って意外とハイブリッドで、しばらく餌を与えなくても普通に生きていけたりするんですよね。じゃあ南沼エビはというと、一生なんですよね。給餌回数ゼロで普通に大丈夫です。やばいですよね。これはですね、ビオトープ内に主に植物が多くあるというのが条件なんですけども、こういったビオトープでは給餌なしで飼育から繁殖が可能という、まさに放置プレイですよね。全く手間がかかんないというほど簡単、これがですね、南沼エビ飼育の最大のメリットと言ってもいいです。で、飼育上の注意点があるとすれば、これは有名な話なんですけども、エビ、つまり甲殻類っていうのは薬品に弱いっていうのがあって、こういったビオトープで注意すべきは農薬ですね。農薬を使っている水草にはかなり注意が必要です。必ず無農薬のものを購入する必要があるってことですね。で、これですね、仮に農薬が混入してしまうと、大量にいたエビがもうマジで全滅するってことが普通にあります。もう本当注意ですよね。で、逆にこのメダカっていうのは、農薬がバンバン使われているような田んぼの近くでも生きていけるほど薬品に耐性があったりするので、例えば農薬が使われている水草入れて農薬が混入してしまうと、メダカは普通に元気だけどエビだけに影響が出るっていうことが起こります。あと、これ結構盲点なんですけど、蚊取り線香とか虫除けスプレー、これに含まれる成分は生態にとってかなり有毒です。で、もし仮にですね、こういった成分が混入するとメダカも行っちゃう危険性があります。エビも当然行っちゃいますよね。このことからですね、この薬品の混入にさえ気をつけてれば飼育とか繁殖はめちゃくちゃ簡単で、とりあえず
何かビオトープに生態を入れておきたいっていう場合の最初に導入する生態としてはもうマジでうってつけの存在なので、まあメダカと混泳する生態を探している方、またはですね初めてビオトープを作って何か生態を入れてみたいって考えている方はですね、もうぜひこの南沼エビをチェックしてみてください。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。この動画の内容が良かったと思ってくれた方は高評価をしていただけると嬉しいです。でまた今後もですね動画の方をどんどん出していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。